ゴルファーなんかはですね、たまに40ヤード、50ヤードっていうと、このサンドウェッジってあまり下がらないんですけれども、一つ覚えておかなければいけないのは、パター以外の13本の中でですね、クラブが一番上を向いてるってことです。上を向いてるってことは何かっていうと、通常の打ち方した時でも、一番上がりやすいっていう要素が一番あるわけですね。その上がりやすいものを抑えて打つ。まあ、よくプロが打ってるような、ちょっと低めでスピンをかけるような打ち方ですけれども、ここでは低く打つというよりも、クラブの性能自体が低くなりますし、あとはしっかりと振り幅に対してボールをコントロール、しっかりと構えたところに元に戻すというためにですね、一つだけ気をつけなければいけないポイントがあります。アドレスしたときに右の肩、右手、クラブヘッド、ここに少し三角形ができるはずですね。ゴルファーの奥はですね、どうしてもアプローチうまく打とうと思って、ここ特に右の肩からクラブヘッドを結んだこの辺がですね、どうしても打つときに壊れやすくなるんですね。この右の肩からクラブヘッドまでのこの辺の長さが変わらなければ、毎回同じ半径を描きます。同じ弧をずっと描けますね。長さが変わらない。この右の三角形、この形を崩さないように打ってあげれば、もちろん通常のロフトよりもシャフトの傾きは少し強くなる分だけボールを押さえた形になるんですね。ボールを低く飛び出させて、あとはツアーウェッジの性能でスピンをかける。これがもうロースピンの完全ロースピンの極意ですね。ちょっと打ってみましょうか。その時にクラブ若干開いておいても結構です。一番気をつけなければいけないのは、この右の肩から手、ヘッド、この三角形を絶対壊さないまま打ってあげるんですね。肩、グリップ、クラブヘッドのこの三角形を残したまま。今の音分かりました？カツッとボールの赤道の下ギリギリにクラブがギリギリ入っていって、滑る、この食いついて乗っかる時間が長ければ長くなるほど、カン、乾いた音出るんですね。なのでゴルファーの皆さんもかっこいいスピンかけるっていうのは、もうちょっと皆さん練習場もすぐ行って試してもらいたいですね。この右の三角形をですね、ゴルファーの皆さんはこの三角形を保ったまま、終わった後もこのように、よくプロとかも打ち終わった後こういう形になってますね。ゴルファーの奥はどうしてもクラブを動かしすぎてしまって形が壊れてしまいますけれども、プロのような低いスピンの効いたショットを打つには、やはりこの右半身が変わらないように動かしてあげることで、ノリのいい、球持ちのいい、すごいご機嫌のスピンの効いたアプローチが出ます。